おお、これ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 。どうも、今回はまたね、小西プロに特別レッスンをしてもらおうと思います。あのね、忘れもしないあのね、北海道オープンの18番ホールのあのセカンドのフットでこう低いピッピッっていう球、はいはい、あれを教えてもらえませんか。わかりました。はい、結構エビダーで使ってましたね。使ってました、ロングでは。はい、セカンドで抑えたいとき、曲げたくないときには特に使ってました、ね。あれが本当すごかったね。あれが打てると思うんです。ウッドってこうさ、飛ばすものだと思ってたけど、ちゃんとこう距離とかね、方向性をこう出してるっていうのがすごい印象的で、あれできるようになったらさ、アマチュアの人も結構スコアがね変わると思うんですね。それを今日はぜひ。わかりました。教えていただきたいなと思いまして、はい、立山も使えるようになりたい。それなりたいよ。大丈夫ですね。はい、ということで、じゃあ、はい、よろしくお願いします。エドボール、まずは普通に打つ、まずじゃあ普通に打ちますね。はい、ちょっと体動かないんで、はい、軽くドローで230。これ完全にコースで見た球筋じゃん。見た軽いドローでこの球しか出てなかったもんね。やっぱ違うね。高い。また同じぐらい。はい、もう一球いいですか。はい、高さって出るのっけ。出ると思うよ。あ、装填。うん。はい。高さ。ちょっと低めですからね。はい。おお、飛ぶな。本当、ちょっとこの2球で見てみますか。はい、ちょっと今の捕まり気味。そうですね、今の捕まり気味です。あ、これだと一番の高いところ、あ、33ヤード31ヤード、はいはい、で1打四角13、うん、で飛距離が220、230くらいっていう感じですね。はい、じゃあちょっと例の、はい、ちょっと低く抑える感じで、ね、ちょっとじゃあ、あっと今ボールが反応せず、反応してなかったです。マジか。はい、これ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 。ああ、曲がりも少ない。あ、でも飛距離、飛距離そんな変わらないんですね。北四角 8.3。 ちょっと邪魔を聞いてみます。これだよ、違うじゃん。意外と変わらないですよね。うん、そうですね。ちょっと見てみます。じゃあこの上の、あ、下の2つだね。うん、打ち出し角がもう 8.3 度 8.9 度、でピークが23ヤード19ヤード。じゃあ10ヤードぐらい高さが減って、キャリーはでも10ヤードぐらいやっぱり、そうだね、ちょっと減るのかな。はい、うん、でも結構これかなり転がってるのね、20ヤードぐらい、うん、低い分転がりも出てる。そうですね、やっぱり低い分キャリーは少ないですけど、うん、まあその分球がまあライナー気味にいくので、はいはい、まあランは意外と出るよねみたいな。ち
じゃあこれをどういう場面で使うんですか。さっきの話なんですけど、やっぱり最初の2球普通に打つときは、まあ、なんて言いましょう、普通に言ったらおかしいですけど、スイングで飛ばしたいですし、なんなら、まあ、ロングで2オン狙うとか、例えばあとはバンカーを越さなきゃいけないとか、そのちょうど越したいところとかの時にはやっぱり上げに行くっていうよりは普通にスイングして、まあ普通の放物線を描いてほしいので、まあボールを捉えるイメージも、なんて言うんですかね、しっかりこうボールが上がってほしいので、食いに行くというかしっかりボールを上げに行きます。でやっぱり低い球を打つ時っていうのは、まあ、ちょっとライナー気味にもですし、曲げたくないので、まあ、出球が、やっぱり球が高ければ高いほど、上がれば上がるほど、ボールは曲がりやすくなっちゃうので、低く打つような意識なんで、やっぱりボールを少し上から打ち込むような、普通に打つときは少し下から上にって感じですけど、やっぱり低い球の打つときは上から下に打ちつけに行くような、ちょっとアイアンっぽくって言えばいいですかね、ちょっとダウンブローに。狙っていくような、はいはいはい、ボールの位置とかは変えるんですか。やっぱり少し中に入れますが、中に入れることによって窮屈にはなって体が浮くような原因にもなりやすいので、まあ、腰を回す意識もですが、少しオープンスタンスに僕はしてます、はい、はい、確かに右側にちょっとボールあるとこう捕まらないんじゃないかとか、そうですね、なんか変な感じしますね、はい、長いの長い系だと、はい、そうですね、まあ単純にはボールをやっぱりボールの位置的には置けば置くほどではないですが、左に置いた方が、まあ、ボールは捕まりやすくなるんですけど、まあこの場合はやっぱりちょっと低く強い球を打ちたいので、ちょっとアイアンの、まあ、ボール位置くらいって言えばいいですかね、まあ、真ん中。ちなみにちょっとこっち向きでいったボールの位置で構えます、はいはい、普通に打つときは、はい、まあ、大体左足かかとの前くらいですかね、はい、で構えますが、やっぱり低い球打ちたいときは、あ、結構変わる、一足分ぐらいかな、はいはい、うん、まで中に入る分、ただクラブの向きって言えばいいですかね、は変わらないです。この普通に構える時もイメージですけど、グリップエンドが、まあ、左股関節のところ向いてるくらいですが、中に入れてもそれは変わらないです。ただ少し感覚的にはアイアンっぽいボール位置で少しハンドパスをします。そうですね。はい、ありますね。感じで。そうなんだ。はい。これは結構難しそうだ、ね。あとはどんな感じですか。違いというか。はい、まあなんでさっきの、あとは構える感じが変わったら、あとはさっきのイメージじゃないですけど、普通に打つときは、まあ、ちょっと、はい、まあ、下から上にって感じを使うんですけど、しっかりボールを、まあ、パンチ気味ではないですけど、しっかり上から打ち込んでいいと思います、はいはい、で、あとはフォロースルーの方もですね、やっぱり普通に振るときは少しアッパーブローにこう、はい、高くフィニッシュ取るようなイメージで振りますが、はい、この時はやっぱり低くちょっとこう低く長く出すような、はい、ちょっとフィニッシュの位置も違いましたよね。変わります、はい、普通に振る時だと、まあ、高くこうフィニッシュ取りますけど、はい、この時だと少し低く長めに、はい、ちょっとじゃあもう一回連続、はい、普通のと低いのでちょっと連続で、はい、結構やっぱ感覚を言葉に変えるって難しいです。まあ、レッスン結構ね、いろんな人してますけど、はい、こういう、まあ、僕が、あとは、まあ、全然これ動画に言ってもらってるけど、僕は結構打ち込む方が得意なんで、あ、そうなんですか。やっぱり今のクラブ的にもですし、今の飛ぶ子たちはやっぱりこう明治の大砲じゃないですけど、はい、煽って打てば打つほどっていうかですかね、はい、こうアッパーに打てば打つほどやっぱりボールも進化してますし、クラブが進化してるんで、うん、なんですけど、やっぱり僕がちょっと飛ばない分、うん、こう幅に収めようっていうちっちゃい頃からなった時に、やっぱこういう打ち方をもうこう編み出してじゃないですけど、こう無意識にやっててっていうのもありますよ、はい、最初普通に、はい、いい音した。あー高い。うん、
はい。全然違う。全然違う。すごいわ。俺は本当にこうなんかやっぱ狙って打ち分けてるんだなっていうのが本当に見て一発で伝わってくる球でしたね。やっぱでさっきとほとんど同じようなこう数値が出てる。そうだね、33、34で20、20ぐらいだし。これ使うときはやっぱり僕の場合はロングホールで、はい、まあちょっと狭いホールでその中に打ちたいとき、うん、これはまあフェアウェイとでもですしユーティリティでもアイアンでもやるときはやりますとか、あとやっぱりちょっと風が強くてアゲンストが強いときとかにこう上げたら影響されるなってときに、ちょっとこう低めに強く打ちたいなってときはほぼ同じイメージでアゲンスト対策にも なる、はい、なりますね。やっぱりアゲンストになると無意識に誰の力が入ってしまうんで、で普通に振ったらなんかねアゲンストに煽られるって思っちゃうんで、だとしたらまあよくあるドライバーならティーアップを低くとかもですしみたいな感じでこの低めに出してあげようみたいな。エゾボール。はい、ということでどうもありがとうございました。参考になりましたか？いや、なったね。なったっていうか、これは ね一番気になってるショットだったから。かなり使えるんじゃないかな。うん、練習したい、うん。練習したいね。多分いきなりコースでやってできるわけないよ、それは。できるわけじゃない。やっぱりウッドってさ、難しいからさ、うん、ただでさえ難しいものをコントロールするってね、さらに難しくなると。まあ、ボールを捉えるイメージが、こうなのか、はい、こうなのか。って感じでちょっとこうイメージを、ね、結構ゴルフってイメージ大事だと思うんで、それだけでもいいと思うんで、はいはい、打ち込むっていうイメージはあんまなかったね。うん、やっぱ払い打ちってこう、うん、もう思い込んでたこと、うんですね、はいはい、じゃあこれもしよかったら、はい、これからもこういうのちょっとちょいちょい教えてもらうのとか、はい、はい、よければお願いします。ぜひお願いします。はい、ありがとうございます。ということで、じゃあ参考になったなと思ったら、はい、いいねボタンもらえますか？それではよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。